こんにちは、体力なし王です。今日はですね、登山で使用するちょっと小さめのバッグを紹介したいなと思います。私はですね、登山に行くときにバックパックの他にですね、小さめのバッグを前に首からかけて使用しているんですけれども、すぐに使いたいもの、例えばちょっと簡単に食べられるものとかですね、スマホ、カメラ、あるいは財布とか、そういったものを首からかけた小さめのバッグに入れて、登山中にすぐ取り出したいというような時に、バックパックを下ろさずにすぐ取り出せるような状態にして登山に行ってるんですけれども、今使っているのがですね、このカリマーのちょっと小さめのサコッシュを使用してました。でこれはですね、非常に軽くて使い勝手も良さそうだということで、購入して使ってたんですけれども、サコッシュなので、作りも非常に簡単でですね、まず上の部分はジッパーも何もなくてですね、ボタンが1つあるだけ、上をこうパチンと開けるともうすぐ中にアクセスできるということで、使い勝手は非常に良かったんですけれども、2つほど難点が あるっていうのが分かってきまして、1つ目はちょっと容量が思ったよりも小さかったな。で、厚さ見ていただくと分かるかなと思うんですけれども、非常に薄いんですよね。で最初はこれでいいかなと思ったんですけれども、財布、スマホ、カメラなどを入れていくとですね、なかなか中身がぎゅうぎゅうになってしまって、上から物が積み重なって下の物を取り出すのが非常に困難だっていうような状況が起きてきたっていうのが一つと、それからもう一つが防水じゃないということで、雨に降られるとやっぱりちょっとこれをそのままカッパの上からかけるっていうのがちょっと難しくなってくるということで、雨でも使えるもの、それからもう少し容量の大きいものがないかなということで最近ちょっと探してました。そうしたところですね、ちょっと見つけたものがありまして、早速ちょっと購入しました。これがこちらのバッグなんですけれども、モンベルのドライショルダー M というバッグです。で、このバッグですね、ドライショルダー、ドライっていう名前がついてるぐらいですので、防水素材が使われているということで、カッパの上からこれを首にかけてもですね、中身が濡れない。それから結構厚みが、横の厚みがあるので、容量がですね、結構入りそうだな。サイズ的にはですね、ラインナップが SML というふうにあるんですけれども、これは M サイズで、この上 L サイズっていうのもあるんですけれども、お店で実際に見たらですね、ちょっと前にかけて登山に行くには大きすぎるかなということで M サイズを選択しました。で S サイズはどうかっていうと、実はですね、このバッグの後ろ側にベルトがついてまして、肩からかける、首からかける紐の他に腰に回すベルトがついていると。実はこれが非常に大きい役目を果たしていまして、これを実際にですね、こう首からかけて、さらにこのベルトをですね、腰の裏側に回してパチン、通常は肩からこうやって下げて
使うものだと思うんですけれども、私の場合はこれをですね、首から下げて、で、このウエストベルトを腰の後ろ側でパチンとして、使用すると。で、このウエストベルトが非常に大きい役割を果たしてて、これがあることでですね、あんまり揺れないんですね。体前かがみにしても前にベローンとこうブラブラするということもなくなりますし、非常にこうしっかりとこう体に安定して取り付けられるというので、これが非常に大きな役目を果たしているんですが、ドライショルダーの S サイズにはこのウエストベルトが付いてないんですね。あと容量がまあちょっと小さすぎるというのもあって、私はこの M サイズを選択しました。構造なんかも非常に使いやすい構造、まあシンプルだっていうのが今一番だと思うんですけれども、まあ、開ける部分は、ベルクロになってまして、ここのこうベルクロの部分をペタッとこうくっつけると、これで蓋が閉まる。脇大丈夫なのかな、水入ったりしないのかなということなんですけれども、ここ開けたところのですね、このここの部分に芯が入ってまして、この芯の下側からこう折って、蓋が閉まるようになってます。そうするとこう脇の部分ですね、ここの部分が一緒に、まあ、折れていくので、脇から水が入るっていうことは多分ないと思います。これから中身はですね、非常にシンプルで、まあ、中は一気室といいますか、袋状になっている。他に見えるかな、ポケットが、小さいポケットが一箇所一つついて、ポケットが一つついてます。見えるかな、こんな感じですね。ちょうどですね、ドラえもんのポケット、ちょうどドラえもんのポケットみたいな感じで、ここに物をいろいろ入れられるというのは、まあ、非常に便利です。で、この状態で先にこのバッグをですね、つけて、後からバックパックを、まあ、背負うというような感じに私はしています。モンベルのドライショルダー M、 レッドとブラック、それから、カーキグリーン、これカーキグリーンですね、の3色展開のようです。ということで、前に、ぶら下げるバッグを探している方、まあ、どうでしょうかということで、モンベルのドライショルダー M でした。